岩瀬日本大学高等学校は、茨城県桜川市友部にある、日本大学準附属の私立高等学校である。設置者は、学校法人土浦日本大学学園。1974年土浦日本大学高等学校の分校として開設され、2002年日本大学23校目の系列校として独立した。次の教育組織がある。同校では、スクールバスを、 3は、八千代、下妻方面、石毛、千代川、明野方面、真壁方面、益子、大岡方面の4路線で運行している。平成21年度より、八里、新張方面も運行される。詳細の事情を把握していない、地域住民や、当時のスポーツマスコミ報道などでは、日大岩瀬という略称を使用することが多かったが、 日本大学側は独自の命名規約を持っており、それに従っていない日大岩瀬の故障は日本大学と付属校との関係で誤解を与えることを危惧し、当時は再三マスコミ各社土浦日大及び岩瀬校などへ改善の要望を行った。2014年2月、最寄りの JR 水戸線羽黒駅舎に取り入れる桜のモチーフの一部を美術部の生徒がデザインした。 投稿時は各方面1便、月稿時は複数便運行。ありがとうございます。